だが断る。光秀の要請を断った細川藤孝は文武両道、戦国の超チート。細川というと残忍っぷりや妻に対する執着ぶりが有名な細川忠興の方に注目しがちなのですが、その父藤孝、有才もなかなかすごい人です。あの暴れん坊忠興の父親だから性格に難ありかと思いきや、そうではなく、この人にできないことはあるのだろうかと思わせるほどマルチな才能を兼ね備えた戦国一のチートだったのです。天は二物を与えずと言いますが、ことこの人においては天は何物も与えすぎではと思うほど、ちょっとずるすぎるくらいの藤孝のスペックについて紹介しましょう。名門細川家の所流に生まれるも将軍の烙印。細川藤孝は1534年天文3年に三淵春一の次男として生まれました。春一は細川元有の子でしたが、母方の三淵家の養子に入っていたのです。次男だった藤孝は幼い頃に叔父の細川元恒の養子になったと言われています。細川家というと、もともと幕府のナンバー2である寛令の家柄で名家です。藤孝の頃には細川家自体が没落していたとはいえ、所流の出であった父は将軍の側近であった三淵春恒の養子に入っていますし、逆に本家よりも出世していたくらい。ところで藤孝には将軍の烙印説があります。藤孝の母である知見院はもともと12代将軍足利義晴の側室で寵愛を受けていたのですが、後に藤孝の父である春一の妻となりました。その時義晴の子を宿しており、生まれたのが藤孝だというのです。本当にそうだとすると、生まれながらにすごい切り札を持っていたということになりますね。幼名を万吉といった藤孝は、元服した際に義晴の嫡男義輝の初孫であった義藤から一字を賜り、藤孝と名乗るようになりました。養父の元恒が早くに亡くなったため、藤孝は20歳余りで細川家の家督を継ぐことになります。義明の側近として、なかなか順調に出世街道を歩んでいた藤孝、人生で一番不安定な時期に突入します。12代の義晴から引き続き13代将軍義輝に仕えていた藤孝でしたが、永禄の変と呼ばれる1565年永禄8年の事件で将軍義輝は三好三人衆によって暗殺されてしまいます。この暗殺事件に際して藤孝は義輝の弟で、すでに仏門に入って角慶と名乗っていた義明を救い出し、次の将軍に擁立するために長い流浪生活を送る羽目になるのです。将軍側近の家に生まれて苦労知らずの藤孝、初めての貧乏生活。余談ですが、通説によればこの流浪生活の中、朝倉義景を頼って越前に滞在した際に明智光秀と親しくなったと言われていますが、そうではなく、光秀はもともと重孝の中間であったとする見方もあります。信長の家臣に上洛を願っていた義明は、信長のおかげで1568年永禄11年にやっと上洛が叶い、15代将軍に立ちます。ずっと幕臣として将軍のそばに仕えていた藤孝、このまま義明を支えていくのかと思いきや、数年後に転機が訪れました。義明と信長が対立したのです。長年幕臣として生きてきた藤孝は、信長について将軍を裏切ることには抵抗があったようですが、1573年、元亀4年には完全に信長側についています。この時、藤孝の兄の三淵藤秀は義明側についています。藤秀は藤孝の決断を知って激怒したといいます。兄弟が対立することになり、将軍の挙兵に従って戦うもあっけなく敗れます。その後は藤孝と同様に信長の家臣となるのですが、翌年には所領を召し上げられて自害を命じられました。
早々に将軍を見限って信長についた藤高は、義明は信長に逆心を抱いていると告げ口しており、将軍を裏切るのはと渋っていた割には、意外と自分の利になる手土産まで用意して信長のもとへ下るなど、かなり世渡り上手ではないでしょうか。さすが文武両道でハイスペックな藤高、見事な処世術を身につけています。兄弟が敵味方に分かれて片方が命を落とすところなど、真田信行信重兄弟の立場にも似ていますね。長年の友光秀と手を切る。また一つの転機が訪れます。1582年、天正10年の本能寺の変です。光秀は信長を討った後、長年の友人かつ隕石関係にあり、自分の与力でもあった藤高に助力を要請しています。しかし藤高はこれをあっさり断ってしまいます。光秀はまさか藤高に断られるとは思ってもみなかったでしょう。自分はこれが終わったらさっさと隠居して、天下はあなたの息子の忠興にあげるつもりだとまで言って何度も頼むのですが、藤高は見向きもせず挺発して信長を弔うと隠居してしまったのです。同じく光秀と近い関係にあった筒井純慶も最終的には光秀を見限り、光秀は山崎の戦いで敗死。もし藤高がついていたらと考えても仕方のないことですが、どうでしょう。多少戦況は変わったかもしれませんが、明智方の危うさは変わらなかったかも。天下をぶら下げられてもなお拒んだのは先が見えていたからでしょうか。別の説としては、もともと自分よりも格下であった光秀の下に置かれるのが嫌で拒んだというものもあります。どちらだったにせよ、またしても藤高の選択は細川家にとって正しかったわけです。増えてなものは何もない。茶の湯にレンガに囲碁に蹴鞠。藤高がこうして主君をコロコロ変えながら生き残れたのは運が良かったから、ただそれだけではないでしょう。政治の動きを見る目が確かだったのだと思われます。それはこの後、次に天下を取った豊臣から離れて徐々に徳川方に寄っていくことからも伺えます。それだけではありません。藤高はあらゆる文化に精通している教養人でした。武家に生まれた者として当然の武芸はもちろんのこと、室町時代の武家のたしなみである茶の湯やレンガの才能にも秀でていました。他、和歌、囲碁、蹴鞠、猿楽、料理、何かできないことはないのかと思うほどマルチな才能を発揮したのです。一辺の隙もないチートです。関ヶ原では和歌の才能のおかげで大手柄。文化面でいろんな才能があっても、武家ではたしなみ程度でちょうどいいのではと思うかもしれませんが、雄才のずば抜けた和歌の才能と知識が戦で役に立つことがありました。それが関ヶ原の合戦です。この時雄才は東軍側におり、丹後の田辺城を守っていました。この時500にも満たない兵しかいなかったので、包囲され籠城戦にもつれ込んだ雄才は危機的状況にありました。田辺城の戦いは1ヶ月以上にもわたって続きました。雄才自身、このままではやばいとは思っていたでしょう。状況を変えたのは東軍でも西軍でもなく朝廷でした。八条の宮都市人親王は雄才のために2度も調和を持ちかけたのです。しかし雄才は断ります。じゃあ仕方ないと動いたのは、なんと時の天皇、御用勢天皇。弟の親王から頼まれ、勅命で講和が結ばれ、雄才は命も無事に城を明け渡します。講和が成立したのは関ヶ原の戦いの2日前。ギリギリまで雄才が粘ったおかげで西軍の勢力を1万5000も削ぐことができたのです。これは雄才の手柄。さて、なぜ朝廷が必死に雄才の命を助けようとしたのかというと、それは雄才が古今伝授を受けていたからでした。
五金伝授とは最初の勅撰和歌集、五金和歌集の解釈を師匠から弟子へと代々受け継がれる秘伝で、鎌倉時代からずっと続くものでした。この時伝授されていたのは雄斎だけ。雄斎の弟子であった八条宮俊仁親王をはじめ、和歌に関わっていた人々は、雄斎が死んだら五金伝授が絶えてしまう、絶対死なせるなと必死になったのでした。雄斎が無事生き残って手柄を立てられたのも、和歌を学んで五金伝授を受けるほどの才能を持っていたおかげだったのです。藤高、雄斎の人生の中で五金伝授という切り札を持っていたことが一番のチートだったかもしれません。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。この写楽のボタンを押してくださいね。あとこちらの動画ももしよかったらご覧くださいませ。どうぞよろしくお願いします。